and have sister or ありがとうございます。カードゲームもあるな。学園祭の出し物とかで使うんです。私もこの前神聖都会結成を記念した親睦会で遊びましたし、ちなみに誰が勝ったんだ。優勝はチーム私でしょうか。だろうな。二人とも手を動かして。ごめんなさい、アリサさん。ちょっと、これチーシャフに。ちょっと、どういう気持ちで言ってるの？恥ずかしくないの？気づいてない。こんなにアピールしてるの？ありがとうございます。これ確かにすごい風格だな。カリスマ生徒会長と言われるわけだ。じゃあ、それはこれだね。まあ、あと手伝ってもらって何もせず返すのも申し訳ない。よかったら飯くらいおごらせてくれ。お気持ちだけで。よろしいではないですか。家に帰ってところで、ご飯も前でしょ。どうしてクゼの台所事情を知ってるんだ。幼馴染ですから。そう、まあ、そういうことならちょうどいい。ルオーとクジョー妹も一緒に来い。ごちそうになります。わかりました。マジですか。ああ、ファミレスなんだけどな。それにしても、よくあれだけの時間で終わったな。明日まで持ち越すことも覚悟してたんだが。マサチカ君もすごいんですよ。力仕事も事務仕事もこなしますし、交渉や折衝なども当てのものです。持ち上げすぎが。スオーがそこまでとは珍しいな。どうだクゼ、生徒会に入る気がすみません、これはもう生徒会をやる気はないです。中学で来ました。確かに高等部の生徒会業務は激務だが、その分やる価値はあるぞ。率直に、内心にも大きく影響する。残念ながら、そこまでも嬉しい。おい、言わず、一緒にやりましょう。そしてまた、一緒に出馬しましょう。さらっと要求増やしてんじゃねえ。というか、お願いなくても、お前ならほとんど次期会長当確だろ。私は、マサチカ君と一緒に生徒会を作りたいんだ。嫌だ、めんどい。グゼ、言っておくが、スオーが当確というのは大きな間違いだぞ。他にも候補者はいるし、何よりこのクジョー妹がいる。スオーさんとは来年戦うことになる。スオー様でした。
なんでこれ。スオと俺はこっちだ。グゼは九条妹を送って。はい。それじゃあいいか。別に送ってもらわなくても大丈夫。そういうわけにいかんだろ。何よ。生徒会長選に出馬するつもりなのか。そうよ、さっき言ったでしょ。うん、ここで大丈夫よ、ありがとう。そうか。Para venir hacia mi casa, por recibir así, pero no puede ser. Es que es esa frialdad que sentí ahora. Sí, yo creo que ahora tiene un. No,Where's the me? Breaking out. はいはい、広い教室にあるこの頭イケメンね。絶対兄弟。この感じは兄かな。ていうか見たらなんとなくわかるっしょ。なんでこれで主人公気づかないかね。お前が言うのか。学園では幼馴染設定でどうしてるお前が言うのか。設定じゃねえし。お前幼馴染の意味知ってるか。小さい頃に仲良くしてた人だろ。そう。つまり実の兄弟もまた幼馴染。幼馴染とオタク友達と実妹は全て共存可能なのだよ。デリクツじゃないです。デリクツじゃないです。語彙力優先解釈です。なんやら主人公を持っている。私の主人公と一緒にいたのはヒロインの兄。お約束だな。ヒロインとキスしてる。マジで。マジで。お前のせいでグッドじゃなくなったわ。おいおい、かわいい妹による寝起きボディドッキリじゃねえか。喜ぶ。寝起きドッキリみたいな言うんじゃねえ。ただ DV だろうか。ただのフィアリーだろ。プロのエヴァイオレンス。プロジェクトバーシー。ドメスティックバイオレンスだよ。じゃあ今度はベッドの下に潜り込んでおいて、降りた瞬間に足掴んであげるね。いい加減降りろ。なんで反応しちゃうから。死ぬ。かわいい。この後オタグッズで散歩する予定だろ。これで1万5000円上司の服はこの地面付きあたりの難度が高いのだよ。ところで妹よ。なんだよお兄ちゃん様よ。さっきから視界の端にチラチラ銀色の何かが見える気がしますよ。気のせいじゃないと思うぜ。お願いします。お前いつの間にかポニーテール解いてるし、所作がお嬢様モードになってるし。兄者が気づく前に俺はとっくに気づいてたぜ。その階に降りてきたし、割とスルーその前からよく気づいたな。俺は知人の視線をすぐに感じてくる最強戦争を持っている。自分で言ってて恥ずかしくない。めっちゃ恥ずかしい。リット言うな、リット。さて、どうすっかね。偶然ね。Oh, yeah.
ちょっと前から気づいていたのだけど、声をかけるタイミングがないですよね。ちょっとじゃないですよね。アリサさんはこちらにはどういったご用で？少し服を借りる。そうですか。お昼はもう済まされました？いいえ、まだだけど。ではせっかくですので、お昼をご一緒しませんか？ちょっと待て。お前まさかあの店にアーレを連れて行くか？ダメでしょうか。まさちかさんが楽しみにしていらっしゃいましたよね。ダメだろ。アーレがしばらく別の店にすべきだ。何が問題なの？アリサさん、辛いものは嫌いですか？辛いもの？いえ、嫌いではないけど。これからこのお店は辛いラーメンを出すお店なんです。もしアリサさんが辛いものが苦手でなければ。なんかそんな言い方するんだ。はっきり言う、ただ辛いだけじゃない。激辛ラーメンのお店だ。行くわ。いや、無理についてこなくても。あら、私がいたもんじゃ。そういうわけじゃ。地獄の鎌倉ラーメン屋さんの、はい、左さん、お前の地獄って入ってます。安心してください。メニュー名にも入ってますから。そんなわけないでしょ。ユニークなお店だなってちょっと驚いただけよ。ああ、そう。いらっしゃいませ。3名様ですね。こちらへどうぞ。血の池地獄は真っ赤なスープが特徴のラーメンで、辛さは一番控えめです。そして有山地獄、こちらは歯を無数の針で刺されるように辛さです。無限地獄っていうのは瞬間を追って何も感じなくなる辛さです。じゃあ、血の池地獄にしようね。初めての店はとりあえずスタンダードなものを頼むのが定石だし。そうね、基本は大丈夫。明日以降同じものを頼まれるのですか？では私も同じものにしましょうか。ご番様、血の池さん長。それにしても今日のスオさんは随分とボーイッシュな服装ね。少し驚いたわ。休日ですからね、少し気分を変えてみたんです。そう、休日だから。実は今朝、マサチカにイベントやったんですよ。一緒にベッド。え、お客様のサイトの一部に行くよ。一応服装がしたいとお願いして、このシャツ、ガリスターボスを。いや、こいつが勝手に家に来て、勝手に部屋に入って、勝手にベッドに乗ってきたんだ、マジで。I want a second bowl.
このお店、この鬼の涙で辛さを追加できるみたいです。ストーンは一緒に向かって使用してもらって、相手はどうか、やっぱり光ってる、見て、いただく。いや、あれマジでやめといた方がいいと思うぞ。敵くらいで大丈夫。え、これ、大丈夫か？もう、買いたいものがあるってどっか行ったぞ。大丈夫か？何が？いや、何がって。アイスでも食べるか。食べる。あら、ミエルダ。あら、そうだ。あら、そうだ。なあ、アーリア。何？アーリアさ、なんで生徒会長になりたいんだ？なりたいからなりたいのよ。上があるなら警察、そこに理由なんて言う？副会長候補いないわ。でも別に問題はない。私には不要だから。部屋での立候補がルールである以上、そうなんだ。名目上の副会長がいればいいんでしょ。適当に私を担いでくれる人を探すわよ。一トゥイプメッシュ様の愛。あらー、なお父さん、母さん、ごめん、ごめんなさい。クゼ君、この後用事は？いや、特には。スオさんは？まあ、後で合流すればいいかな。じゃあ、私の用事に付き合って。用事って、確か服を買うって言ってたっけ？そう？いや、そうよって。野郎が女子の服選びに付き合うとか、結構な親密さがないと終わらないイベントだと思うんだな。そうか。アーリアは一緒に服を買いに行くような友達がいないから、そこら辺の気分がわかんないのか。そうだな、付き合うよ。どうしたの急に。いや、友達だからな。なんだか釈然としないんだけど。なんで急に優しく。まさか私じゃ生徒会長になれないと思ってる。バカにして。じゃあ着替え。いいね、願いね。私の全力のファッションショーでドギマギさせてあげるのか。ちょっと待って、これ着替えている音が外の聞こえちゃうね。クゼ君、ちょっと離れて。うーい。もしそんなことしたら、思いっきりビンタしてくれば。どうかしら。ああ、よく似合ってるな。スカイサスと女の子らしさが強調されて、いつもより可愛らしい雰囲気になったと思う。いつもこんなことやってんな。デカっぷりかな。初々しい。
distance, I'm by your side. You're my